3ダメージ。ちょっとレベル上がるな。ここやばいか。よし、土色の草。いや、巻物用の男。わっ、一発か。どうなったって。弓ありそうだよね。よし、強さ2アップ。水色。よし、これいいぞ。バナナを、バナナ買おうか。これで保存に入れる。これ打開できるっしょ。戦闘装備でいけばちょっとは確率がありますよな。くそ、オーラか。硬いな。え、あ、完熟バナナ。よし、この辺にするか。水色、薬草です。ターンがある。わあ、しまった。いや、稼げない。完熟バナナ、この中に入れちゃうか。バナナ、お、チョコツボ。はい、チョコ、いただきます。 7F。 ゾウさん、足元は星型。トドが出たから魔物か。とりあえず持ってくる。5ダメージ。こんなもんでいいかな。で、よし、お魔物か。やばいか。まあ、なんとかなるか。
っと危なかった、腐ったからな。置いとこ。チョコツボ、チョコツボか。じゃあこうするか。オーデルの草識別します。巻物いいや。威嚇鳥、よっしゃ。合わされすぎ。お、鉄にゃ。よし、これ持っていこう。チョコ壺に入れます。で、これだよな。1,2,3,4,5,6,7,8。 無理か。無理だな。石が欲しいな。お、ダメか。出せねえのか。やばいっす、やばいっす。なんかいるぞ。ゾウか。よし。ヒーポフ。来ないな。来た来た。あー、8か。待て待て待て。もみ。ほい。場所がね。はよっと。はよっと。よしよし。これは場所がえ。読んじゃうか。はい。識別。かな？ほい。転覆でした。草か。よし、これ桃の杖ね。これ何かな。トド。
田中はいいか。よし、あ、クソ、ほんとか。爆発に、やった。いるものね。そうだな。どうするかな、これは。トドツボ。水原いっか。よし、じゃあ行きます。 8F。 よし、今回は 10F 超えるぞ。超えて終わるぞ。イカクチョ飲む飲む。よし、いいじゃん、 110%。待って、こら。よし、楕円形。わかった。隕石。ちゃいましたちゃいました。あったあったあった。合成じゃございませんでした。お、鉄の矢。まあでも今回もこれ取れないな。あ、いけるか。待て待て、取れるな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 ここだな。よし、あ、ダメダメダメ、取っとこ取っとこ。ハンポンか。あらら、こんだけか。まあ、ないよりはマシだな。これで9本。桃の杖をチェックしとこう。はい、鈍足。魔導は出てるもんな。とりあえず鈍足で。あ、識別きた。じゃあ見切り銅爆発印シンク。おおお、こらいいぞ。はいはい、椿。なんだ、象か。よし、混乱。
かわさないね、全然。ヒット。よし。あ、ここ。あるな。そっか、今トンネルないんですね。トンネルとツルハシがないんで。穴掘れない。そこだけかな、問題は。椿を仕切るでしょう。じゃ、QF？ えー、椿。痛み分けあったな。不幸もあったような気が。ちゃうか。あ、やばいな。怖いんじゃないか。参ったな。どっちにいるんだろう。吹き飛ばしはないのか。ないな。行くか。行きます。ちょっとやばい。ポーリーレベル4でしょ。5か、5は無理だ。よし。はい、じゃあ、保存の壺にギタン47ダメージと39ダメージあるんで、これを投げて打開します。じゃあ行くぞ。まあ、10F のアイテム取らなくてもここで回収できるんで、いいんでねが。まずあいつだな。ドレインか。そっか、ドレインの対策忘れてたな。何体？1体か。1体ならいいんじゃない。イカの炭は食らわないように。だったら魔導を振る。でも魔導。よし、これでじゃあ場所替え。OK、いいとこ来たぞ。暗い。もう一発。で、あとは木の矢を。OK じゃないか。
ドレン切り装備書庫ボロい木づち。あ、こういう時は木づち装備するか。保存に、じゃあ焼きバナナ入れとこう。これね、よし、お、ここいいな。アイテム壊さないよね。チョコバナナ、はい。ラブラドライト、識別あったっけ。あ、もうない。じゃあカラス入れる。どん底でいいか。これ何なのか識別したいですね。円筒ちょっと外す。2か。2は何なんでしょう。水割りいらないな。シトリン、わからんね。よし、ダチョウ、壺の方に行こうか。1個しかないのか。青バナナ、チョコに入れる。いやー、これでモンスターに変える。あれは踏まなくていいからね。何でしょうか。お払いかな、弱化かな。ドラゴンソウ、ドラゴンソウか、いいんじゃないですかね。これ投げとこう。爆発印を育てますか。ラブラドライト、カラス、あ、こんだけだ。あともう一個なんかあったっけ。あ、そうか、トドに入れたか。まあいいか。思い立て、あ、これはいらんな。青バナナ食べよう。いやー、やっぱ円筒あると余裕っすね。ボロい木づち、いらん。水切り2本目。スズメか。じゃ、これを識別に入れよう。明かりか。よし、じゃ、これでボロい木槌はお役御免と。水切りを装備。よし、じゃあちょっと切りのいいところでやめます。はい、見ての通り水切りの剣が2本あって、ドレイン切りと、それからトド壺には守護石あるんですけど、ドラゴン槍がね2枚あります。あと、なんだろうな、まあ、そんなとこか。
まあ、隕石の刃とかね、ありますね。これちょっと、何の壺だろう。428のような気がするんですよ、これ。怪しいな。で、見切りが2枚と、それから爆発印。見切り修正値すごいっすね、これ。これは絶対入れよう。で、爆発印を合成メインにするか、今の、これ鉄の盾ね。これに合成するか。なんだけど微妙だな。ちょっと微妙っすね。だからメインにする盾が今来てないっていう感じです。武器はあんのにな。はい、というような感じです。じゃあ次回10F以降進んでいきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。